を聞いてしまったぞ。このことは口が裂けても人には言えませんね。はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエスト8のパート42を始めたいと思います。前回ですね、このベルガラックに来ました。それで、ね、手つかずでいきなりね、教会に入って何もしてないんですけど、おそらくね、作戦でクエスト、まあこの街も回りますね。で、クエスト手帳を見ますと、クエスト手帳。すべて、どれだ、あ、いた。薄いピンクの人面獣。人面獣を30匹倒すと、ベルガラック地方にピンク色の魔物が現れるそうです。たまにしか現れないそうなので、写真を撮ってきてくれませんか。通常の守りよりも強力らしいのでって、こうね、例のごとくいつもの30匹倒したら現れるモンスターらしいですね。カジノといえば、ベルガラクといえばカジノの街。ネオンが光り輝くカジノの看板の写真を撮ってきてくれませんか。じゃね、カジノの看板を撮りましょう。そして、ベルガラックの酒場には看板娘のバニーちゃん3人組がいるそうです。夜に行われる3人のダンスショーは、とても評判が良く、リピーターも多いそうですよ。ベルガラックに立ち寄った際は、ぜひとも3人が写ってる写真を撮ってきてください。3人の写真。イニシエの賢者。ベルガラックにはイニシエの賢者の石像が今も残っているそうです。賢者についての記録はほとんど失われ、謎に包まれています。伝説の賢者の石像をぜひとも写真に撮ってきてくれませんか、とね。ベルガラックの後、金のスライムが2体どっかにあるそうです。なのでね、それを踏まえながら、情報収集をしながらの、撮っていこうかなと思うんですけどね、全くどこ行ってかわかんないんで、全部回りましょう。私の友達はギャリング様のボディーガードをやっていましてね、そいつが挨拶に来たんですよ。まるで根性の別れみたいな口調で闇の遺跡へ行ってくると言ってましたね。理由までは教えてくれなかったけど。え？闇の遺跡の場所ですって？私は知りませんでしたが、確かホテルのバーに詳しい人がいたような気が。ホテルのバーに詳しい人がいた。今夜ですんで、どうなんですかね。カジノ。どうなんだろう。とりあえずいろいろ調べてみましょう。魔法のチーズという本だ。特別なチーズを作るときは材料にも特別なものを使用しましょう。例えば普通のチーズに魔法の聖水を混ぜてみたりするといいかもしれません。ふわふわチーズができるらしい。これ持ってますね、確かね。レシピに書き加えたってならないんで、前なんか遊びでやったらできたような気がします。樽もありますね。これまた昼じゃないんでみんな寝たりしてるんでね。条約層とか普通に起こってるんですね。すやすや、スピースピー。これ朝になったら多分起きてますね。とりあえず夜に、お、小さめだる。夜になったら、その三人娘のバニーガール、あれが撮れそうなので、あれ撮ってみましょうかね、写真。地図が全然わからない。ここなんだ、道が全然わからないぞ。まあ行けるとこ全部行きますけど。カジノのオーナーのギャリングには二人の子供がいるんだ。兄の方がフォーグって言って、妹がユッケっていうのさ。ユッケ食べられなくなっちゃいましたよね。あれ好きだったのにな。カジノが閉まって以来、兄弟揃ってギャリングともども屋敷の中に閉じこもって姿は見せないけどね。なんかカジノも閉鎖してるみたいなこと言ってましたよね。まあ、何が起きてるのか全然わかりませんけど。お、ここは？すみません、お客様。本日の営業は終了しました。え、食事ではなくて人探しですって？そういうことなら、ホテルのバーにいるマスターにでも聞いてくださいよ。私よりはいろいろ知ってるはずです。しかしドルマゲスですか。一度聞いたら忘れられないなですね。一体何をやらかした人なんです？え、人殺し。あわわわ。あわわわ。とりあえず何もないかな。奥にも何も、あ、ありそうですね。お、樽があります。冷たいチーズ。やはりね、こういうとこはね、回らないと。で、ぐるーっと回って、こっちにも何もないかな。袋の中に手を突っ込んだとかもなさそうなので、ないですよね。厨房取ってきてくださいとか、そんな依頼ないですよね。まあ、とりあえずここは終わりです、まあね。全部回っていこうと思います。今回ね、多分それでパート使っちゃいそうな気がしますけど。ピンクの人面獣も倒したいですけどね。これ話しましたね。これも取ってくれなんて言われてないですよね。で、なんかいますね。ここはギャリング様の屋敷だ。だがギャリング様は今は誰とも会いたくないそうなのだ。そんなわけだから諦めてくれ。固く閉ざされてる。まあいけないでしょうね。これなんかいますね。そういやカジノが閉まる前の晩、前で街で奇妙な道化師を見かけたんだ。路地を歩きながら悲しい悲しいって一人でブツブツつぶやいてて、とっても気味が悪かったよ。やっぱこの街にいたんですね。あっちも樽がある。カジノのオーナーであるギャリングさんの命令で突然カジノが閉まっちまったんだ。
カジノ閉鎖の発表があった時もギャリングさんは姿を見せなかったし、この先どうなっちまうんだよ。カジノしたいんですよね。これ武器と防具もちょっと気になるんでね。72ゴールド。昼間もちょっと回ってみようかなと思うんですけど、ここもなんか家ですよね。樽があります。まあね、いきなりもう樽は壊しますね。何もないです。はい。ギャリングさんが閉じこもってるからって、息子のフォーグや娘のユッケまでが一歩も外に出ないだなんて。いいよね。まさか3人とも強盗に殺されてて、お屋敷の連中はそれを隠しているとか。まさかね。まさかね。何かあるんでしょうかね。奥に部屋があります。タンスがあります。きっとこういうところに金のスライムとかあったりするんですよね。力の種。はい。グーグー。宿屋に多分1個ありそうですよね。2個あるって言ってたんでね。お、本棚あります。あ、あります。やっぱりほら。咲いてる。暗殺者の心得という本がある。世の中にはいろいろな武器があるが、暗殺者といえば、やはりアサシンダガーだろう。イーグルダガーと毒針さえあれば作れてしまうのが、この武器の手軽で良いところだ。毒針持ってますね。はい、年金レシピ。アサシンダガー、イーグル。まあね、ダガーはあまり関係ないですね、今。私にとっては。素手なので、ゼシカが。はい、100人の写真撮りました。あと1個どっかにあるそうですね。じゃあね、ここ今、力の種入ってて、やっぱこういうところにあるんですって、こういう金のスライムとか。もう一箇所どっかにあるはずです。あとカジノの看板と、カジノの看板っておそらくこれですよね。あ、これダメなの？え、あ、見えない。あれ、これダメなの？カジノの看板って。光ってる。カジノの看板光ってないといけないのか。いけませんもんね、多分ね、おそらくね。バニーにの写真、3人の写真を撮ればいいんでしょうかね。なんかいます。俺っちは見ちまったんだよ。ギャリングの手下どもが装備を固めて町から出ていくのをさ。その時は夜でいかにも人目を忍んでるって感じで、連中すごい殺気立ってたぜ。何かあったんですね、おそらくね。で、とりあえず何もないですね。武器や防具や。これ昼間来て何か買いましょう。昼間のパートは次回あの人面獣その30匹のやつやろうと思うんですけど、まあ、その時でもついでに調べたり買ったりしたいと思いますので、ここもおそらく昼ですもんね。とりあえず回れるところ回って、宝は全部回収しましょう。夜の顔と昼の顔また違います。カジノが閉まる前の晩にさ、オーナーの屋敷に強盗が入ったそうよ。カジノが休業したのは強盗事件と関係していると思うんだけどな。あくまで私の予想だけどね。だそうです。とりあえず何もないのかな。ここはセンシみたいになりますね。何、ドルマゲスだと。もしや貴様、奴の関係者じゃないかろうな。いやいや、そんなはずないか。すまんな。お屋敷に強盗が入って以来、少々疑い深くなっているようだ。何？なんか言いました、この人。今、この町でドルマゲスなんて名前を口にしない方が身のためだぞ。あらぬ疑いをかけられなくなければな。何、ドルマゲスだと。ドルマゲスを知らないかって聞いたんでしょうかね。小さめだらありましたね。はい。なぜカジノが閉まったままかって、それはフォーグ様とユッケ様の、いやいや、ギャリング様の命令だからだよ。多分ギャリング様の深い深いお考えがあってのことだろうよ。なんかあるんでしょうね。こっちにも出口があります。あ、鍵がかかってますね。ここはいけないみたいです。まあ、この町も謎ですね。何が何やら全然わかりません。ってことは、ここにも樽がありますね。はい、小さなメダル。いっぱいありますね。じゃあ、その酒場ってどこにあるんでしょうかね。まだ多分行ってない場所あるんでしょうね。まあ、全部行ったような気もしますけど。この右の道具屋街も全部行った。ここ行ってないな。行ってないですね。これ酒場かな、もしかして。一番目立つところってやっぱ、行ってないみたいですね。
ちみちみ知ってるかね、この町で強盗事件があったそうじゃないか。まったく物騒な世の中だね。そうだね。ねえあんた知ってる？ギャリングさんのお屋敷のこと。知らない。あのね、ギャリングさんのお屋敷に強盗が入ったそうなのよ。ギャリングさんはカジノのオーナーでベルガラック1の お金持ちだから強盗や泥棒に狙われやすいのかも。あなた知ってる？ギャリングさん、あ、知ってる、強盗入ったんでしょ。野心に押し入ってきた強盗と戦うなんて勇敢よね。ギャリングさんってまさに父親の鏡だよね。戦ったのか。ここはなんだ。愛と信頼の銀行。銀行後ろになんかありますね、宝箱もね。旅人の宿屋で泊まれるみたいですね。いや、まだいいでしょ。泊まりません。泊まったら朝になっちゃいますからね。ここ行け、あ、行ける行ける行ける。行けるうちに調べておきましょう。行けるうちにっていうか、ずっと行けるかわかりませんけど。カジノといえば、ベルガラック。まあ、ベルガラックの歩き方って書いてましたね。ベルガラックといえばカジノ。そう思っている人も多いだろう。もちろんそれは間違いではないが、この街の魅力はそれだけではない。今回紹介するのは、そんな通好みのスポット。この街の名士、ギャリング氏のお屋敷だ。ギャリング氏は有名な構図家で美術品、民芸品を収集しており、そのコレクションはなかなかの見応え。カジノで遊ぶには飽きたという方は一度立ち寄ってみてはどうだろうか。ここは何が入ってる？お、小さなメダル。いっぱいありますね。やっぱこういうのはね、調べといて損はないんですよ。ここも何もないね。ここは？あ、やっぱり行けますね。ごめんなさい。守りのルビー、防御力が上がりますね。これも何か合成できるんじゃないでしょうかね。まあ、おいおいやっていきたいと思います。ぼちぼちね。上とか下とか。これ下、下なんだろう。下がもしかしてバーかな？あ、やっぱそうですね。あ、いた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 。いた、これだ。三人娘。三人娘は、じゃあベルガラック、三人、ここで。はい、大正52年の写真撮りました。はい。ということでね、ビビアン、ちょっとお客さん、ショーの邪魔になるから観客席に戻ってくださらない？あら、まあ、興奮しちゃって思わずここまで来ちゃったのね。でもお触りはなしよ。だそうです。エイミ、はーい、エイミだよ。私たちのステージ楽しんでいってね。楽しんでいきましょう。まあ、楽しんでいくの前に、こういうところがちょっとね、やっぱ職業柄気になってしょうがないんですよね。お、なんかいる、おじいさん。ひょほう、どうじゃ？エイミもアスナもビビナンも3人ともそそるじゃろう。アスナ、アスナっていうんだ。私、物覚えが悪くて、いつまでたっても商品出してもらえないんです。練習でもよく振り付けを間違えるし、バランスを崩してステージ上で転んだりと、とにかく下手っぴなんです。そして、タンスがあるんです。お、ガーターベルト。あ、合成で使ってしまったのでちょうどよかったですね。はい、ウサギの尻尾。あ、ここにもあるんですね。ウサギの尻尾って2個入るみたいですね。必死に威嚇ウサギを狩らなくても手に入ります。これ昼の、これ、ないよな、これな。あ？すげえ、これ。すごい。冴えてるか、これ、もしかして。冴えてるかってすごいね。見つけちゃった。若い女の子が踊るといろんなところが揺れるから見ていて飽きないよね。広いな。広いなってか、すごいな。八切れんばかりの、そんなこと言うからハレンチって呼んだじゃないか。太ももが実にフレッシュじゃのう。わしの性器もみなぎってくるぞい。男ばっかですね。いやいや、あなたもですか。いやー、かぶりつきは最高ですな。はい、ここは。いつになったらあの女の子たちは脱ぎ始めるんでしょうかね。え、そんなことするわけないって、そんなバカな。あの店間違ってるんじゃないか、お主は。こっちも話してみましょうか。コックがいます。これが労働の後の楽しみね。アスナちゃん、こっち向くね。お願いよ、カモンプリーズ。私だってかぶりつきで見たいんです。しかし昼間は真面目な商人である私にそんな下品な真似できっこないです。誰かステージの前で立ってるあのバカ野郎を何とかしてくれ。ショーが見えないじゃないか。おう、神よ、お許しください。おなごの踊りに気を取られて、あなたへ祈りを捧げるのを忘れてしまいました。以前はよくギャリングとバニーショーを見に来たもんさ。ギャリングのやつがここにも姿を見せないとなると、強盗と争って怪我をしたって噂は本当かもな。
だそうですね。で一番目につくのがやっぱ樽なんですね。ビビアン、ビビアンってドラゴンクエスト4にいましたよね。いましたよねっていうかいました。カジノで使い切る予定のお金がこのバーで湯水のように消えていくよ。俺ちとギャリングは飲み友達なんだけどよ、酔っ払ったあいつはよくこんなこと言ってたよ。俺様が生きている限り世界の平和が約束されるってな。ひどいわマスターったら、お店を私一人に押し付けるなんて無責任にも程があるわ。マスターってばホテルで働いてる友人に話があるって出て行ったまま帰ってこないのよ。ムキマスターだって。で樽がある。はい、小さめだる。いっぱいありますね。こんなもんかな、写真もね。写真もこんなもんで。結構いい時間になってるんだよな。ここの上もまだ行ってないんでね。そう、マスターってのも気になるし。昼間なのかな、行かなくて、ね、イベントが起こるのは。まあ、困った時の仲間に話すってのもあるんですけど、広いですね、ここね。2回回ろう、とりあえず。はい、おお、広い。ぐるーっと回って、タンスがある。何もない。タンスがあっても何もない。奥はお風呂ですね。ぐるーっと回って何もない。こう金のスライムとかまたなんかありそうな気がするんですけど。お、なんだ、イベントだ。さあそろそろ話してくださいよ。あの日本当は何があったのかを。仕方がないな。絶対に誰にも言わないでくれよ。俺が漏らしたなんて知れたら。絶対に口外しません。酒場のマスターというのは意外と口が固いものなんですよ。分かったからでかい声出すなよ。あの日ギャリング様の屋敷に強盗が押し入ったのは知ってるな。実はな、あの時の強盗にギャリング様は殺されてしまったんだ。ギャリング様が？バカ、でかい声を出すな。ギャリング様が屋敷から出てこないのはもう死んでこの世にいないからだよ。その強盗は何者なんです？あのお強いと評判のギャリング様を殺してしまうなんて。俺もその場にいたわけじゃないから詳しいことはわからんが、その強盗は道化師の格好をしていたそうだ。道化師の格好ですか。でも変なんだよその強盗。金目のものには一切手をつけず、ギャリング様を殺して出て行ったそうだ。まるで最初からギャリング様を殺すのが目的だったみたいだぜ。そんでよ、フォーグ様とユッケ様がギャリング様の仇を討つために追っ手を放ったらしいんだ。とんでもないことを聞いてしまったぞ。このことは口が裂けても人には言えませんね。あっと、いかんいかん、店をほったらかしにしたまんまだった。そろそろ戻らないと。それじゃ。おお、すみませんすみません、いきなり現れたんでびっくりして。あなたたちまさかずっとここにいたんじゃ。で、そんなはずないか。すみませんね、おかしなこと言って。さーて、酒場に戻らないと。はい、何気にすごい真実が聞けてしまいましたね。とりあえずね、ここはいけないのかな、じゃあ。ああ、ダメダメ。奥の扉はカジノへ通じてるけど、中には入れないよ。え、何？俺とバーのマスターがここで話していたことを詳し、もっと詳しく聞かせろだって？さあ、何のことやら。言っとくけど、バーのマスターから聞き出そうとしても無駄だぜ。だそうです。こっちは何もないか。ってことは、この奥行きましょう。ぐるーっと回って。あ、タンスがある。やはりカジノの中とかにあるんですかね。踊り子の服。あ、これ変わったやつですね。ゼシカの姿形が変わるっていうね。こことか金のスライムとかありそうですけどね。まあ、ここ何もなければ次回はあの人面獣ちょっと借りたいとは思うんですけどね。買ってイベントちょっとするんで。あ、これのこと言ってんのかな、もしかして。そんなことないよね。これ夜光んのか。カジノ。なんだこれ。何もない。あ、ちょうどいい。朝になっちゃった。朝になったら誰かいるのかな。誰もいないですね。ということで降りましょう。
やっぱ朝のバーとかもやっぱ違うんですかね。まあこの際なんでちょっといろいろ調べてみましょうか。まだちょっと時間があるので。この下におりまして、朝だとやっぱ違いますよね。みんなもう客もいなくなっちゃってね。バーのマスター。ふむふむ、上の廊下で立ち話を聞いていたと？え？あわわ、お願いです。あのことは誰にも言わないでください。もしバレたら私は。黙っていてくれれば私がいろんな筋から集めた情報をお示ししますからね。いいでしょ？はい。ありがとうございます。では私めがこれまでに集めた情報をまとめてお聞かせしましょう。殺害されたギャリング様の敵を討つためホーグ様とユッケ様が追手を放ったそうでして、追手が向かったのはベルガラックの北にある島だそうです。確かその島には身を隠すのにうってつけない遺跡があるって聞きましたよ。うんうん、ギャリングを殺したのがドルマゲスとは断定できんが、これはひょっとしたらひょっとするかもしれん。おっさん、いつの間に。一度北の島にある遺跡へ行ってみんか。ひょっとしたら何か手がかりが得られるかもしれんぞ。だそうですね。とりあえず情報は多分こういう感じなんでしょう。ってことは北の島とやらに行けばいいんでしょうけど、ね、とりあえずね、いろいろ話しましょう。ひょほほ、バニーのショーが見たいとな。夜に来なされ、すべては夜じゃ。全ては夜じゃ。誰もいないんですね。まあ朝にする手間が省けたので。あ、なんかいます。この人よ。やっとマスターが戻ってきたわ。今まで友人に話があるとか言って店を留守にしてたんだけどね。留守の間にもたくさんの人がマスターを訪ねてきたのよ。マスターは町一番の情報通だから。ということで、どうしようね。ここはカジノで有名なベルガラックと言いたいところなんだけど、今は分け合って休業中。いいのかな？とりあえずこんなもので。朝に光ってるなんてそんな落ちないよな。ビカビカ光るらしいですからね。まあ、とりあえずいいか、それで。じゃあ武器屋。武器と防具の店が買いに来た。おお、なんか売ってますね。サンゴの髪飾り。いや、ゼシカはあの形のままでいいです。ライトシールド。ライトシール、鉄の鎧、踊り子の服。とりあえずね、欲しいっていうものはないですね。まあ、あんまり上がんないもんな。主人公だけ鉄の鎧装備させようか。じゃあお金もあるしね。じゃあ主人公、聖堂の鎧ではいいですね。ライトシールド、これ3人に装備させようか。ゼシカだけでいいかな。高いしね。あんまり大して防御力も上がらないんで、キトンシールドをライトシールドに変えました。じゃあね、そんなものかな。そんなものですね。隣も何もないですね。武器防具の店終わり。こんな感じですね。おばさんいなかったな。あれはカジノが閉日する前日だったね。ギャリングさんのお屋敷にね、なんと強盗が。これ同じようなこと言ってますね。とりあえず強盗に入ってドルマゲスに殺されて、そのドルマゲスが北に、まあ、行ったと。北の遺跡に行ったのかな。で、そこで、そのギャリングの息子娘お二人の子孫かな。で、フォーグとユッケという人が、まあ、追手を使ったと。なので、まあ、そこに行けばいいんでしょうけど、まあね、情報も大体分かったら、まあ、変わり映えないと思います。ということで、次回は、まあ、この辺りの探索と、その人面獣、30匹、ちょっと買ってみたいと思います。でね、何か進展があれば、また進みたいと思います。では、ご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございます。続きが見たい方、気になる方、面白いと思った方は、画面右下にある、チャンネル登録ボタンのクリックをよろしくお願いします。タブレット、スマートフォンの方は、この画面の下にあるチャンネル登録ボタンのクリックをよろしくお願いします。カズボーはフリーのホラーゲーム、探索ゲーム、ロールプレイングゲームを中心に挙げておりますが、これ面白いよ、やってみて。初見でカズボーをビビらせてやろうなどなど、ゲームのリクエストなどもどんどんやっていくので、ぜひ何かあればコメント欄への記入をお待ちしております。